すいません。突然お邪魔しまして、初めてお邪魔しております。奥崎健三と申しますんですけどね、島本さんって方ですね、うん、島本さんって方をニューギニアでですね、同じ私と4年兵 の同年兵でしたんでね、で島本さんのが西ニューギニアのですね、あるそういうところでですね、亡くなられまして、それで同じね、同年兵、同じ同年兵ですからね、穴をですね、島本さんのね、亡くなられた遺体をですね、穴に土かけさせていただいてですね、それで青いパパイヤとかですね、そういうのをお供えしてですね、で水筒の水をおかけして、それでお弔いしたんですけどね、ところがね、島本さんだけなんです、そういう方は。後の方はみんなそういう穴に埋めてもらわれてですね、島本さんだけがそういう穴に埋められてですね、一番幸せ言うじゃおかしいなんですけど、他の方はね、みんなありがたいですね。考えによっては島本さんがね、一番お幸せだったと思います。本当私は幸せだと思ってますけどね。ですから私はね、私何の方法でね、供養させていただくことに言えるようなね。あそこはお母さん住んでてんの、うん、お墓はどこですか。これじゃ、お墓はここですか、うん、これ立派、うちらこんな立派なお墓ないですかね。これ姉さんで、これがね、はい、やばしてもらおうか。なかなか立派なお墓ですね。うちの田舎の墓なんてこんな立派なお墓じゃないですね。はぁはぁはぁ来ませた、今日も来た、この岩石に今日も来た、